ビゼウは、ポルトガルビゼウ県の県と都市。市単体では98,753人の人口だが、ビゼウ都市県としては354,162人の人口を抱える。この国内中心で重要なハブとして、重要なヨーロッパロード A25 が交差し、アベイロトクアルダの外交、及びスペインのサラマンカとつながる。IP3 と A24 は、 コインブラとスペイン国境のシャベスをつなぎ、ビゼウを南から北へ貫く。1980年代までビゼウは沿岸部との鉄道網を持っていたが、現在は廃止されている。現在、市は鉄道網を持たないヨーロッパの大都市の一つである。ビゼウの名前が登場するのは古代ローマ帝国時代に遡り、中世初期には古代ローマ時代のナビーゾからビゼウと呼ばれていた。 ビゼウのパノラマビゼウにはケルト系のルシタニア人解放のためローマ人と戦った英雄ビリアトゥスの像がある。693年、ビゼウは全土を支配したムーア人によって攻略された。830年よりビゼウ大聖堂が立つ。ビゼウは16世紀の偉大なポルトガル人画家で通称偉大なるバスコと呼ばれるバスコフェルナンディスの生誕地である。 彼の作品を多く収めるグランバスコ美術館。彼の名前を冠した、ホテル、学校、ワインのブランドですらある。美術館は、古い司教館を転用したもので、フェルナンデスの傑作数点及び、ビゼウハガからの作品がある。市内には、教会と修道院、礼拝堂が多い。大聖堂に加えて6つの主要教会、2つの修道院、司教館がある。大聖堂内には、 宗教美術館がある。ビゼウ市は、ビゼウ大地と呼ばれる場所の中央に位置する。北を、レオニール、モンテムロ、レバイッタ山系、北東を、アラド山系、南から南東を、エストレーラ山脈と、ローサ山系、西を、カラムロ山系に囲まれている。ミゼリコルディア境界自治体は400メートルから700メートルの標高の間に広がる、不規則な山肌で特色付けられる。 荒削りな地形には多くの水路がある。某ガ、リオダン、パイバの三つの水域がある。気候の変わり目に位置する地帯であり、いくつかの微気候がある。それゆえに、ビゼウの気候は、厳しい極度の高気温の存在に特色づけられ、冬は湿気があり暑く乾燥する夏がある。1960年代の10年間の移民政策の結果、ビゼウは深刻な人口減少に陥った。 かつての旧ポルトガル領植民地を後にせざるを得なかった人々が帰国し、同時に1970年代後半に自然環境成長が始まると、自治体人口は10%の増加に展示83,261人を数えた。この時期以降、1991年調査で人口83,601人になるなど、ほぼ人口増加は停滞している。 ビゼウ大聖堂内部有名なワインダウと毎年開催される農業祭がある。地元の手工芸品には黒色陶器、ボビンレース、刺繍、銅と連鉄の工芸品がある。主要産業中心地と良い関係にある数社が市内にある。ビゼウはレーリアと共に国の急激に成長する経済中心地となっている。ビゼウには教育、科学技術、農学の工芸学校、 インスティクトポリテイクニコデビゼウがある。市は県政府に工芸学校を大学に昇格させるよう働きかけているがまだ達成されていない。ポルトガルカトリック大学トピアジェ研究所の分校がある。ありがとうございます。